こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も単行者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、創用先輪に密です。霜のために紅葉した葉が林いっぱいに満ちているということです。やがて落葉する木々の最後の共演です。土木の産業史に遠く寒山に登れば雪景斜めなり、白雲生ずるところ人家あり、車を止めてそぞろに愛す風鈴の晩、創葉は二月の花よりも紅なりとあります。では今から創葉先輪に密を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。